チマフラット3号室タイプです。玄関を開けますとこのような感じ。こちらの部屋はデザインクロスが使用されております。はい、玄関はこのようなスペースがございますので下駄箱収納も置くことができます。そしてこちら側には洋室、3号室タイプは角部屋になりますので側面に明かり取りの窓があります。とても明るいお部屋となっております。はい、こちらには室外機を置けるベランダもございます。そしてお部屋はこのように、収納がとても大きいクローゼット、このような大きなクローゼットがついております。はい、そして廊下に進み、こちらの引き戸を開けますと洗面脱衣所、独立洗面台にこちらは室内洗濯パン、そしてこちらはお風呂となっております。はい、そして廊下に戻ります。廊下にもこちらに収納がございます。収納は細かく区分けされていてとても収納しやすい仕様になっております。はい、そしてこちらのドアを開けますとおトイレ、トイレもコンセントがございますのでウォシュレットを後に設置もできます。はい、そして突き当たりのルームドアを開けるといよいよリビングです。リビングはこのような感じ。はい、進みます。そして左手にはこのようにキッチンがございます。2口ガスコンロ設置可能、上部にもしっかり、収納がございます。こちら横には冷蔵庫スペースもしっかりございます。はい、そしてベランダ側からの景色です。ベランダ側からの眺めはこのような感じ。ダイニングキッチンはこのような感じです。そして左手をご覧いただきますとこのように和室6畳間がございます。和室にはこのような、はい、側面にも窓がございますのでとても明るい和室となっております。そして収納、こちらの和室は収納が 1.5 間分、また天袋収納もございますのでたっぷり収納ができます。はい、そしてこちらが和室からリビングにかけての景色です。はい、ベランダに出ます。ベランダはこのような感じ。はい、景色はこのようになっております。そしてこちらのマンション内に駐車場が併設されておりますので駐車場をセットで借りていただけますとお得な交渉も可能となっております。以上です。